違うんですよ。花を上げて、それを、それを、あたりから一気にかましてくるのか、4番の山田ミドル。山田が3コーナーカーブから動いていきました。ここは一気にかましていきそうです。4番の山田しっかり続きたい。2番の村地聡、4コーナーから直線です。ジャンド4コーナー、ここは叩き切って、4番の山田ミドルが主導権です。ライン3車が引き切りました。7番の佐藤翔吾4番手追い上げて、3番の芦川大雄が4番手外め、7番の佐藤翔吾3番手のインコースへ攻めています。先行は4番の山田ミドル、番手は2番の村地久志、そして3番手が並走、内に7番の佐藤、外目には5番の岡田陣。最終2センターから4コーナーカーブへと向かいます。先頭は4番の山田ミドル、極尺賞目前だ。番手からは2番の村地久志、2番の村地がどうやら追い込んでのゴールです。ローラードラッグ、お願いします。ローラーを置きましょう。ナイスファイト。ナイスファイト。らしかったし、らしかった。らしかった。そう。黒沢らしかった。ありがとう。お疲れ様でした。紹介してね、帰ってきますんで。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。どうも。応援すごかったね。感謝したいですね。優しいね、みんな。次でいいよって。したら。まさかで500勝っていう夢も見てたんですけど、はい、もうなるべく意識せよ。まあただ次が地元の豊橋、ね、はい、なんかどっかでこの番組で先行一社で、はい、まくり回ったりせらしたりして500勝というものなんか自分の中でなんか違和感あったんで、はいはい、思い切ってそうですね、ライン全部出していけたら、はい、まあ納得です。力ですから、はい、では煽りとして、あの豊橋での500勝に向けて意気込みをお願いします。地元豊橋で頑張ります、はい、ぜひ地元で、はい